レアレアでした。本当にすごかったんですよ。びっくり、本当に。ソラハちゃんにも言われました。しかもなんか固まってたというか、なんか連番もあったりして。でも連番ね、なんかしたわけじゃないと思うんですよ、ご本人様方がたまたまなんです、本当に。バンギャみたい、本当？バンティー着てるしね。すごい。3人連続で並んどる席と4人連続最前で並んどるところがあって、他にもこっちもお二人並んでたし、他にもてん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 ってたくさんいてくださって、その一人に慣れてたのかな。そう、慣れてましたっていうか、ありがとうございます。びっくりした、本当にびっくり。気持ち目鼻がはっきりするのは公演を意識してもいく。うん、そうなのかな。前が見ないけんじゃない。違うか。ネックレス初めて見ました。結構やってますこれ。最近見つけて可愛すぎてファンになりました。嬉しい。ありがとうございます。ありがとう。ボッコイは上手と下手どっちが多いですか。どっちやろう。夜ではありませんが、昼間ありがとう。ね、ありがとう。嬉しかった、T シャツも。道押し合計8人もいたの。いや、体感15名ぐらい。嬉しい。みちはずっと可愛くてずっと見てた。ほんと？たまにペンライトカラー違ったよ。いや、嘘かも。夜会ありがとうございました。後半3曲で見惚れてしまい、そこからずっと見てました。上手の方ですか？このネックレスはグッズじゃない、フーズフーチコで3000円で買いました。はい。サングラスデイズはなんて言ったらいいのかな、あのみちゅってバンドそんな好きだったっけ。でもね、本当にユニゾンスクエアガーデンさんから好きなのが始まって、スミカさんとかハンブレッターズさんとか聞くんですけど、でも一番はユニゾンさんで、そう、本当になんか動画見てハマって、そう、こんなにねハマる、あんまりハマる人じゃなかったから、あ、ハマりやすいけど長いわけではなかったので。すごか、気になるネックレス、これね付け外しが簡単でね、いいんですよ。気狙いじゃない、本当に履き間違えた。久しぶりの生道とても幸せ、ありがとう。10分の1は道ファンだった。そう、完全には見えない、あんた上手の2列目でした、パフォーマンスに。やっぱりありがとうございます、めっちゃ目合うなって思った。最近のナウソンが熱くていい、ほんと？スピッてスピッてとか、パフィンさん、パフィンさん、お城タワーありがじょう、ありがじょう。サイダーガール。でで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 。考えるゾンビさん。タピオカいっぱい飲みたいし。出業無常も待ったなし。フリートでも他のバンド行ってたから。ああ。僕の好きな人は。あのラジオで聞いて、ラジオ聞いてた時に流れてきて、あ、なんか
ノリノリな曲だなって思って携帯に入れました。ラジオはね、思わぬ出会いというか、自分の知らない楽曲でも流れてさ、気になったらすぐ何の曲か言ってくれるしさ、そういうとこもいいですよね、ラジオって。 PV 見ました。ミチがセンターで笑ってる、なんだか泣きそうでした。好き、嬉しい、ありがとう。ありがとう。今日のナウソングの歌なんだったっけ、何聞いてた。私、みつきは俺の生きがいや、ほんま。明日よろしくお願いします。あ、ありがとう。ユニゾンの田淵さんのプロデュースダイアログ、うん、悩ましい。ユニゾンさんもっと知りたいんですけど、マイナーのやつとか。マイナーのやつ、マイナーわかんない。今日の眉毛の形か、そう、眉毛めっちゃ言われたんですよ。うん、そうだ、ゾンビだ。書くよー、バフィンさん。とまいっぽ、最近眉毛を変えたんですよ。出すよ。変えたらなんか変わった。いや、ちょっと濃くない？なんか私はね、いや、これはちょっと間違えたかもって思ったんですよ。形じゃなくてね、なんか今までは粉みたいな、ね、そうそう、今まではこういうやつでね、こういうやつで描いてたっていうか、前髪があったけん、なんか眉毛かかんでもいいやっていう感じだったんですよ。そう、こんぐらい今まで描いてきたんですけど、これ本当にずっと持ってる。でもなんで持ってるのかもわかんない。これでなんか気持ち書いてたけど、なんかちゃんと書こうって思って、このインテグレートのこういうペンシルタイプを買って、そう、これ結構ねつくんですよ。ほら、かけるんですよ。でこれをして、このこれがね、この前なんかずっと言ってたやつのがなくなったけん、新しいの買おうって思って、自分が何の色を持っとったか忘れて、なんか暗めな髪色の人みたいなにおすすめみたいな書いてあったやつ、インテグレートの BR672 買ったら前と違う色で、そう、前はなんかグレーみがかった色だったんですけど、これはなんか茶色なのよ。そう、ブラウンなんですけど、その2個変えたことでね、眉毛が変わりまして、こんばんは。そう、でも今日は褒められた。ペンシルの方が書きやすい、ちゃんと乗ってくれる。でも私元の眉毛が強いので、あの眉尻しか書いてない。そうそう、愛してるぞ、今日もラ星木だよ。なんだろう、こんばんは。丸い、なんか東京リベンジャーズに出てきそうじゃない。なんかこう、ごめん、最高です、イエーイ。ちょっ
と待って。パフィンさん、ありがとうございます。ちょっとフォント変えてみた。かっこよかったよ、ありがとう。ありがとうございます。酔ってる？こんばんは。みちならどこにタトゥー入れるのか気になる。入れない。おでこ出しはゴゴリバ以来の気がする。あ、スタジオ公演で何回かしたいけどね。この猫かわいい、クマ。今日めちゃみちに入れてもらった。こんばんは。今日の朝は肩が痛くてさ、本当にもうこうしてるだけでも痛くて、なんかもう泣きそう、ずっと、あ、シップ見える、泣きそうだったんですよ、ずっと。でもなんか本番、やっぱり本番迎えたら全然大丈夫だった。おでこ出しててすごく目立ってた。本当？でもさ、サングラスデイズ見て過去の自分に後悔しました。なんで？こうなるんですよね、汗かいて。どうしたらいい？おでこ出しって褒められるの？わかりません。眉毛は褒められました。でもいいんです、だってとっても楽だから、おでこ出しって。めっちゃモデルさん、本当？あれ、気づいた方いらっしゃるのかわからないんですけど、あのリップシーン、メンバー一人一人のリップシーンあるじゃないですか。あそこのメンバーの端の枠、この枠がペンライトカラーになってるんですよ、一人一人。そう、あ、すごいよね、愛だよ、素敵、素敵でした。私はすぐ気づきました。超平、気づいてなかった方は寝る前に10回は再生してください。今はもともとね、ミュージックビデオとかが作られる予定じゃなかったので、でもやっぱりね、楽曲って全部さ素敵じゃないですか。素敵だし、あのやっぱさ、素敵なのにさ、ね、買ったりダウンロードしたりしないと聴けない曲とかの方が多い、その公演とかじゃなくて。からさ、だからそのツアーのタイトルにもなる曲だし、もう低予算でいいので作りたい。もうリップシーンとかばっかりにしたらそんなにお金もかからんでしょみたいな話をして、そう、作
作りたいって言ってたんですよ。そう、作ってもらえて、だから MV じゃなくて PV なので、プロモーションビデオなので、あのそう、曲をプロモーションするビデオなので、そこを加味して、そう、見てください。リップシーンはいいの嬉しいでしょ。そうなんですよ、推しのリップシーンは見たいんよね。そうそう、嬉しい。メンバー発信、いや、どうだったかな。でも私と福ちゃんで言ったのかな、分かんない、どうだったっけ、何がきっかけか忘れましたけど、でもずっと思ってた、言ったのかな。何回も見るしね、まあ、あの巻き戻したりするとは思うけど、リップシーンをね、こうね、何回も見たくなるじゃん。そうそうそう、私がシャツが出てたのは、あの船のラスト公演でサングラスデイズ踊ったんですけど、そうそう、その時にも動画を撮っとったし、それも使うと思うし、その後にね、その後にもサングラスデイズ踊ったんですよ。船で一番最後に踊った曲はサングラスデイズなんですけど、その後にサングラスデイズのパフォーマンスを何回か踊ったんよ。そう、何回か踊った時に、自分はね、シャツいつもね入れとんじゃけど、あの出るんですよ、踊ってたら。出て、そう、だからその最終日も出ちゃったから、その本番の動画も使うことになった時に、なんかあの絵がつながらなくなるから、その後から踊るやつももう出してやってくださいって言われて、そう、入れたかったんですけど、私は本当は、出さざるを得なくなっちゃった。みつきのまばたきさえも歌いたい、歌おう、みんな、まばたきさえも、よいしょ、あれだ、まあ、PV めちゃめちゃ可愛かったです。本当よかった。今日の同国警報の感想聞きたい。ミューのミューの三つ編みって絡まってた。そうなの、そうなんです、取れなかった。 PV 船の座席で横になってるのめっちゃ可愛かったでしょ。ユニゾンは歌えません。バンされるのでいいなら、バンされる覚悟で歌わなきゃいけない。入り完璧でした。入りだけ？
声出し終わるところ、声出し終わるとこが分かった。声出し終わるとこ？どういうこと？今日お腹から出してみました。お腹、いつもお腹から出して何回なりますけど。Thank you.
すごい、絵文字があれだから、コメント欄が明るい。友達でいられるなら、あれ大好き。友達じゃないか。いい歌じゃない？ペアが葵ちゃんっていうのはちょっと嬉しいポイントですよね。高校の時も嬉しかった。頑張ってください。友達でいられるなら、こんなに苦しくはなかっただろう。この胸が張り裂けそう。どちらかが傷ついても、赤い血を流しても、僕たちの恋の予感は打ち消せない。見えなくたって、キスをし
切ない曲でした。こんばんは。何がいいですか？そうそうそう、周りの大人たちが私をダメにするの、汚れを知らないなんて、どこを見て言うのだろう、あどけないふりしてればナイフだって隠し持てる。チュ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 、友達じゃないか。果てなくも美しく夜はまだまだこれからパーティー。そんな冷静でどうするんだ、生きていたってつまんねえよ、もっともっとバカ騒ぎして夢でも見ようぜ。人生は短いよ、若いのは今だけさ、俺たちのピークは今夜だろう。歌え踊れギリギリすよ、貯金なんかなくていい、楽しい日々楽しいこと伝えきるんだ。するのもいいけれど、恋もいつかは冷めるものさ、愛しすぎてしまったら自分じゃなくなるぜ。偉くなってどうするの、お金持ってどうするの、俺たちは笑って死んでゆこう。悔いはないさ、ありになんかなれないんだ、もしも冬がやってきても歌い続けろ。悔いはないさ、ギリギリすよ、どんな欲もキリがないんだ、家に帰るそのタイミングを諦めろ。長い冬来るだろう、中どうした季節めくる、儚くも美しく夜はまだまだこれからパーティー。違う、一人で三人の歌歌いよったらね、ああなる。
ちょっと同国警報はもう体力がない。気持ちになる。月影さん、お誕生日おめでとうございます。よいしょ。月影さんおめでとう、おめでとうございます、おめでとうございます。
皆さん配信見てくださってありがとうございました。壇上を読みます。13位なんちゃんさん、12位長谷川さん、11位デブニアさん、10位 GJ 太郎さん、9位ギルスさん、8位長崎ケミンさん、7位ルナノーチさん、6位ジャストミトさん、5位中原さん、4位ホーポンさん、3位ダンディ君を抱きしめたいさん、2位まっちゃん2号さん、そして1位はドゥルルルンちゃんパフィンさんでした。ありがとうパフィンさん、お城とはありがじょう。そして今日のラッキーナンバー22位はドゥルルルンちゃんアモズさんでした。ありがとうございます。明日の朝は9時から配信をしたいと思います。未知の子に会ってた、本当好きだからね。それでは今日も一日お疲れのでした。ありがとうございました。バイスミッチュー。寝る前にサングラスデイズのプロモーションビデオ見てから寝てください。ありがとうございました。明日はお話し会お待ちしてます。またね。バイバイ。ありがとう。月が出るみたいです。